はい、こんばんは。さあ、今日はグラディウス外伝ですね。ちょっとね、間が空きました。いろいろね、途中なんかも大会もあったんで、ちょっと空いちゃいましたね。今日はね、ロードブリティッシュ号、サラマンダの2号機みたいなもんですか、をね、ちょっと触ってみたいと思います。完全に初めてですが、まあ、ビッグバイパーではクリアできてるので、なんとかそれなりにはいけるんじゃないかなと。クリアできるかどうか知りません。あ、これロードできてんのかな。あ、これできてないな。メモリーカードが刺さってない。ちょっと差し替えます。これロードしないとダメでしょうね。オプションでメモリーカード、ソフトオンリー、これでいいのかな。ロード、あ、 OK ですね。スタート。それで多分、設定なんかは、あれあれなんだ、何やってんだ、スタート、スタートか。多分戻ってると、戻ってるというか、反映されてると思われます。お、小川さん、どうも、こんにちは。ロード・ブリティッシュですね。で、フォースフィールド。マニュアル。これは前なってた通りですね。ダブルとレーザーか。ああ、いいな、これで。うん、これでやりましょう。機体何色？オレンジ？あ、かっこいいね。連射はハードレンですね。お、ハルさんだ。こんばんは。どうも。ミサイルを取っておきましょう。フーウェイ。まさにサラマンダーですね。お、待て。ダブル、ダブル、ダブルな、リップル。ダブル、どうなの？レベル2、なんか強そう。おいおい、危ねえよ。こんなんだったっけ？ミサイルをもう一段階上げておきたい。これどうなんだ。やっぱ2way で流れてない？ 2way で流れてるように見える。ここは流れないんだけど。お、レーザーが違う。おお、太い。奥様一人か。初見じゃない。この装備は初見です。今までね、ビッグバイパーでやってたんで。おお、当たるな。危ねえ危ねえ危ねえ、なんか危なかったよ。レベル2で流れるようになる。ああ、ミサイルですね。うん、みたいですね。めちゃくちゃ強い気がするんだけど。強いよね、これ。いいのかっていうぐらい強い気がするんですが。
レベルにも強い気がする。あ、でもこれあれだな、テイルガンがないのか。あれ、ビッグバイパーテイルガンあったっけ。え、ないよね、テイルガンはないよね。唯一後方カバーしない機体、ああそうなんだ。そうそう、あの面がちょっと不安だなっていうのがありますね。なんだっけ、ブラックホールの面がちょっと不安になりますね。今不安になりました、すでに。強い気がするな、リップルは。こういうとこがね、ちょっと困りますよね。あ、そうか、ミサイルでもやれるのか。意外と弱いな。高速スクロール、あ、そうですね、後ろから来ますよね。そうそう、高速スクロールも来るんですよ。確かにあれ嫌ですね。うわ、嫌だな。そう言われたらやめときゃよかった、こんな機体こんな機体呼ばわり。画面のほとんどの、ね、域に即死レーザーが出てるというすごい。この雑魚機体に乗り込んでる人たちはね、たまんないですよね。俺こんな、なんか出撃しないとダメみたいな。実家には嫁子供いるんだけどみたいなね。まあオプション後ろに配置してやるしかないけど、高速面はそういう動きできないもんな、どうしてもね。壊れない、壊れた。ミサイルが強いのはいいんだけどね、上下に流れるっていうのは。うん、ミサイルやっぱ強いね。
ったっけ。危ない危ない危ない。もう一周できたっけ。できなかったような気がするな。やめとこう。え、そういうゲームだったっけこれ。あれオプハン来てたっけ。3個で行ってたか。そういえば忘れた。弱くない？あ、なんか弱い気がする。リップルにした方がいいねこれ。このレーザーはいただけない気がする。さあモアイちゃん、後ろから結構えげつない。えげつない攻撃が来ちゃいますね。こんなゲームだったっけこれ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。こんなに辛かったっけこの面。なんでだ。ちょっと待てお前ら、なんで今日はそんなにやる気があるのか。やばいレーザー怖いよ。危ない。そういうゲームだったっけこれ。4個取っちゃった。やばい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 。やばい。ミサイル欲しいな。
潰してもランクは下がらない。下がってないですね、あんまりね。モアイが結構厳しい。さあここはそうかそうか、テールガンがないとかいう話じゃないわ。ビッグバイパーのダブルが優秀すぎるんですよ。後ろに打てるんだったあのダブル。なんでこんな後ろ厳しいんだろうと思ったら、そうだそういうことだ。今気づいた。仕込めないなぁ。おい、うわ、厳しいね。やっと赤くなったか。まあ、自爆かこれは。わ、厳しいね。ここから復活する男、なんとか一応復活できましたね。雨宮さんこんばんは、どうも。周回一番厳しい思い出、マジかマジか、やってもうたか。一番厳しいのか、そんなに厳しいのを選んでいたとは。後ろの攻撃がないっていうのは盲点でしたね。あんまり深く考えずに機種選択を。ここか。ミサイルさえしっかり流れてくれれば。有馬さんこんばんは、どうも。という感じですか。とりあえずシールドの替えをしっかり用意して。流れるね、一応ね。こういう坂道になったところがこうミサイルが流れないんですよね。
さあ困ったねこれ。火力はあると思う。まあいつもこうダブルでいってるからね、ダブルでいくよりははるかに火力はあるんだろうなとは思うんですけどね。おー、当たった。今ゲージ確認してたわ。オプハンの時間、マジでオプハン来る。来るなら来いや。嘘、後にして。お、デクヒロさんこんばんは。さあ、このお店で抜けておきたい。おお、早い早い、これはいい。やっぱリップルいいわ。さっきまでこの装備やばいとか言ってたのに、この鬼門といえるボスがあの速さで倒せるのはちょっと嬉しい。さあ、奥班はぼちぼちか。うん、奥歯の処理はうまくいった。あれか、あれだな。さあ、装備は、リップルのままでヨッシーですね。ということはもうシールドの替えがあればいいだけか。お、桜餅さんだ。こんばんは。どうもどうも。一周目は後ろから来ないところは強い。うん、どうもそういう期待みたいですね。うん、なかなか火力はあるよね。あ、流れる。流れるならこれいいね。お、簡単。ダブルがリップル、そうみたいですね。ランクはそこまで上がってない。こんな感じか。レーザーのディスラプターが全く使えない。うん、使えなかった。弱かった。あれは、ほんと残念ですね。その、なんだ？その代々の四角で人の名前の囲むのどうやってやるんですか？あ、名前を、その人の名前を打ったら、自動的にその表示になります。要は、自分宛になんかコメント、メンションみたいなのされたら、
分かりやすいように見逃さないようにっていう感じですね。だから普通に名前打ち込むだけでいいですよ。意外と時間かかるのね。こんなかかるの？まあ、かかった。あ、これ3発出るの？これ2発か。2発だね。さあ、なんだっけ。モアイ面でね、結構死んじゃったんで、残機が乏しいのが怖いところ。しかも一番難しい機体とかね、知らなかったなぁ。やらかしたよね。ここ、ブラックホールだっけ？ああ、ブラックホールだ。ミサイルがね、強い装備ですけど、ミサイルが使い物にならなくなるんで、それが嫌ですよね。しかもここ死ぬと復活が厳しいんだよね。ああ、厳しいね。ここ死ぬとろくなことがないんだよね。ミサイルはなしか。いいやつだっけ。よし、なんとかいけた。
ブラックホールは光も吸い込む。そうらしい、そうらしい、そうですね、うん、その辺のね、これもあのコナミの方に見てもらえると私としては助かるかな。ほらコナミみたいにね。1個足りぬ。あ、後ろから撃ってきたっけ。撃ってくるけど大丈夫か。さあ死んじゃっていいのよ。死なないのね。死んじゃっていいのね。よかった。後ろから来るんだっけ。スピードがないなこれ。2速か。これがしくじってますね、ちょっとね。意外とリップが届かない。怖いよ。2つ同時に撃ってくるのは怖い。もう強いね、リップル。リップル強いわ。好みがアホなのは分かるけど、リヒターがドイツによくある名字。あ、そうなの。ごめんね、ドイツ詳しくないのよ。危ない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 。あー、お前ちょっと落ち着け落ち着け落ち着け。よし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 、落ち着けよお前。冷ややことビールよ、いいっすね。よかった。5周くらい余裕。嘘ばっかり。無理ですよ私は。そんなもんは。5周ってリームです。さあ来たな、クソドラゴン。リップル強いよね。でも火力はいいと思う。当たんね、当たんね。問題はね、座標しっかり合わせとかないといけないことぐらい。それさえやってりゃ強いと思う。当たんないんだよね、割と。本当に ほら、こんだけ言ってて当たんないっていう。近づかないと当たんないんだ、やっぱりリップルの拡大があるから。ああ、そういうことか。近づくんだ。 OK、 コツが分かった。今の時間からの料理が面倒になった。何の話だ。あ、冷ややっこね。
そう、トライゴン2周目のヘブンズゲートやってみてほしい。無理ですねあれあれアンチ入るゲームでしょ。怖い、よかった。怖い、こんな恐ろしいボスを考えるんだな、ほんと。ああ怖い怖い怖い、もうやめてこれ、マジかよ。割とマジでやってます。ちょっと待って、避けてたのに、やばい、終わる。そう、嫌いだなこいつは。いやだいやだいやだ、やめて。よかった。もうこのゲームコンティニューありますよ。63万までちょっと無理かも。ちょっと63万は無理かも。する？なんかしろって言われてたからちょっとやってみる。いやー今のはね完全に忘れてましたね。あ、そんなんだったねみたいな。なんかいろいろ間違えた。重なってたね、相当ね。4速でしょこれ。まあ自爆待ちというか、ミサイル取ってるしね、なんていうか。一番難しい機体だとは知らなかったな。当たった当たった、クソ。
あ、こんな攻撃あったっけ？あったっけ？あったんだろうね、やってきてるから。4速のがやっぱり受けやすいね。自爆か。ああ、結局ワンゲームクリアできなかった。ああ、そうなんすか。有馬さんがね。なぜか 2way ミス。さあ、4速っていうのがちょっと気になるな。やってみます。 Watch your back. 4速っていうのはね、嫌だね。 Destroy the core. であとリップルが広がるんでね、結構密着して打たないと当たらないっていうのが嫌ですね。壊れちゃって、もういいよ、壊れちゃって。よし、ビールは本物ビール飲んでますか。僕は貧乏なんで、じゃん、死んじゃうばかり。ああ、いや、ビール飲まないんですよ私。1年に1回飲むか飲まないかなんで、そういう時はしっかり本物を飲みます。なんとかなったね。え、これ消えないんだっけ。すっごい邪魔なんだけど。よし、消えた消えた。さあ死んじゃい。よし、早い、リップル早い。
おう、危ねえわ、危ねえわ。え、どうやってだっけ。よかった。さあ、ここでテールガンがないことがどう響くのか。まだ来んの？しつこいね。これで終わりだっけ？でも意外といけそうね。このぐらいの。結局足りなかったの1機でしょ。結局取られた。くそ。でもちゃんとあの動き方守ってたらいけたような気がする。こんな感じ。まあ、四角にこう。今斜めにちょっと入れちゃったからね。何の話？肉と。あー、そうですよ。あの、桜餅さん若いんですよ。この前高校卒業したんじゃなかったかな？ね、こういう世代の方がグラディウスをって思うけど、肝心のグラディウスが出ないからね、新しいの。どうしようもないわなっていうのは。まあ、やっぱり終わったジャンルかな、そういう意味では。絶対逃げられない。いや、逃げれるんですよ、それが。実は。オプション1個も取られないで逃げれることできます。3足あれば。私も配信中に1回だったかな、できたのと、あとここに見に来ているね、小川さんがよくやってますね。やり方を研究してるというその動画も上がってたと思いますよ。ぜひ参考にされてみてください。私は46です。もう棺桶に片足突っ込んでしまった感じですか。炭酸水もうまいですね。京太さんがいいかな、うん、VR グラディウス。あ、どうも桜崎さん、おはようございます。おはようございます。11時。まあいろいろですね、うん、まあ価値観もいろいろな時代ですから、生活パターンもいろいろで構わないでしょう。マジマジですよ。なんでもっと上に聞こえます？そんなにジジイですかねあ、これから仕事を頑張ってください。出る？何が？ VR グラディウスが出るの？え、VR？ バーチャルリアリティ的な？本当に？でも VR でしたくないでしょ、このゲーム。あ、先週届きました。あー、私も届きました。そうそうそう。なんだっけ、アーケードなんとかなんとかね。あ、出ないのね、 VR ね。了解了解。サーセン。あー、そういう意味。大丈夫ですよ、年齢とか関係ないですからね。対戦ですか。
いやいや、もうこの年になったらね、30超えたら大体一緒です、みんな。そうそうそう、データとしてね、あれはね、あるとちょっと何かね、新しくやるときに楽しいと思う。調べようかなって気になりますよね。グラディウスは 3D になっちゃダメってもうなってますよ。なんだったっけ名前忘れた。なんアサルトなんとか、なんとかアサルトだっけ、忘れた。なんか 3D のありますよね。グラディウスって名前がついてないだけでね。あ、ソーラーアサルト、ソーラーアサルト、うん、それがグラディウスの 3D 版なんで、ぜひやってみてください。やらない方がいいと思うけど。おおおお、待てお前、自分43、一緒一緒、もう全然関係ないっすよ。そんなね、2つ3つ違ったぐらいでもうギャーギャー言ってたら世の中渡っていけませんからね。さあ、これ2周目からめんどくさい。取りたいんだ、取りたいのに取れない、クソ。マジか。また来た。弾見えない？あら、なんで？見にくい？この面。そうでもないと思いますけどね。なんかトラブルじゃなければいいんですけど。1個当たった。こういうのが一番嫌。面白くなった。オフィシャル、オッケー。みんな一緒にゲーム好きおっさんってことで。そうそうそう。親父が46。マジで。あ、父親 46？ あー、そう。いいの、いいの、うん。もう、私たちもうすぐ死んでなくなるんでね。ぜひ、後世にね、こういうバカなおっさんがいた、いっぱいいたっていうことをね、伝えてやってください。ゲームばっかやってね、あ、何の役も立たんおっさんがいっぱいいたなって、そういうことをね、次の世代に伝えなくていいですけどね、別に。豆腐2個目ぜひいっちゃってください。うん、もうちょっと生きてる予定なんで。お、仕事行ってらっしゃい、頑張って。
何気にピンチ。ああ突っ込んだ。マジ？これは豆腐2個目やばいかも。豆腐やめて。開けないで豆腐。もう終わるかも。おおおおおわあ。取らせないスタイルか。取っとこう。うわあ触れてくる。マジか。落ちろ早く。落ちて落ちて落ちて。打たない打たない勇気。なんかいるよこうコアが。やばい。さっきからこういうの取りに行って死ぬんだよね。最近なんかレバーがね、このレバーなんかおかしくなってきてる気がする。なんか昔の精密さがなくなっちゃってね、微調整ができないんですよね。なんか緩んでんのかなとか思うレベルで結構違う。この前グラスリアって思いましたもんね。なんだこのレバーと思って。とまたレバーの手に強化していく。レバーのせいにするだけの簡単なお仕事ですからね、私のはね。シャバーク。殺す気かお前ら。お、やる気かお前ら。お、お、お、やる気かお前ら。マジで。俺は死なん。ミサイルがついてない。ミサイルがついてない。レバーの重さを変えてみる。なんかね、いや、このレバー買った時すごい良かったレバーなんですよね。感触が今すごく悪いんですよ。あ、ちょっと見てなかった画面。危ね。豆腐開けちゃったか。もうちょっと生き残ろう。ミサイルも欲しいけどレーザーだろうな。レベル2がいいよな。でもレーザーだよね。ウーロンハイ作ってきた。いいな。私もレモンハイ飲みたい。レモンサワー。さあ使えないレーザー。あ、いた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 。なんかね、レバーの重さが変わってる気がするんですよね。待て、お前ら。
ちょっと待て、よしよし、待てよお前ら、早まるなよ、よし早まるなって言ってんのに、あ、オプションじゃないよ、え、ちょっと待って、あら、シールドに合わせたつもりだけどオプション取っちゃった、これピンチじゃない？ピンチをチャンスに、1個、ケラジーさん来ないな、今日お休みじゃないですか多分忙しいんでしょ、このねレバー本当なんか嫌ですね、あ、ちょっと待てお前、スピードアップ、スピードアップ、アナポコさんも来ない、アナポコさんいつも来ないですよだいたい来ない、あの方最近夜勤が多いんでね、2周目ですね、2周目ですけど1回コンティニューしてます、よし、そう夜勤夜勤、花ぼこさん夜勤、安全策、あ落ちないか、怖いんだけど、あいつらが異様に怖い、ミサイルもないリップルもない、地獄か、怖、ミスそうだろうな、くそレバーがね、信用できないんですよね、今。本当に。うわ。レバーがね、ポンって帰っちゃうんですよね、微調整すると。それが本当怖くて。
あ、ここ心配だね。あ、玉はけ。おいおいおい、一個くれ。さあ、なんとか、なんとかなんとか。デストロイザーレバーって。ドイツだ、下か。あー、一気に。お前らか、吐くのは。交互か。で、上が吐くの。あ、くそビーダーオプションビーダー。あ、この途中がきついよね、これ。ジャンパーが出てくるし。ビーダーオプションオプション。こうか、こうか、厳しいな。ああ、食らうな。ミサイルもないもんな。お、やばい、これはやばい。いやー、厳しいか。間違えたよ。これどうする？ミサイルと奥でごまかすか。ごまかせず、こう終わってるわ。生き残り優先でちょっと考えるか。生き残れてない。え？破片か。いやー、でもあれじゃないですか、クリアできそうじゃなかったです。お、クリアさんだ。こんばんは、どうも。すいませんね、昨日はね。せっかくあのお店開いて待っててもらったのに。あれやってたんだと思って。見たら、配信見たらね、負けた人がいるから来ないかなと思ってって言ってたけど、本当はね、あ、2回負けるまでね、トーナメントに残れるんですよ。ダブルエリミネーションって言って、敗者復活があるトーナメントだったんですよね。ですんで、あの後もね、ずっとやってたってことですね、簡単に言うと。というわけで、まあ、一応ね、そこから敗者復活でなんとか戻って、で、グランドファイナルまでなんとか戻って、不戦勝まであってですね、途中ね。
で、結局決勝で負けるということで準決勝でしたね。いや非常にまた不甲斐ない、しかもみっともない試合が多かった。緊張するとやっぱ体育が出ないんですよね。さ あ, あちょっとコメント見ときますか。ちょっと全然ね見れてないんでね。モアイがプレイヤブルキャラとして動かせたゲーム、あーリベンジオブモアイ、あーなんかありましたねそんなんね。今だから誰かが作った、あーそれね、なんか話は聞いたことあるけど本当あったんですかねそれね。フェイク記事、あフェイク記事ね、あやっぱ本当にはなかったんだ。あよかったよかった、自分が勘違いして本当にあったかと思ったら違いましたね。ハイさん、ああハイさんここまで来てたんですね。一周目でちょっと死にすぎたんで、まあでもクリアはできそうな感じだったから、なんとかまたやってみようかな。あラティスさんこんばんは、多分挨拶しなかったと思う、ごめんなさい。いらっしゃるのは見てたんだけど、今のあこれはもう昔の話か。あモアイくんか、モアイくんってなんかあった気がしますね。してませんでしたね、すいませんね本当ね。うん、まあざっくりそんな感じかな。さあそういうわけで一応ね今日一部のみの配信ということを言ってたんですが、ちょっと予定がねキャンセルになったんで、2部目をやろうかなと思います。で1部目シューティングやってるんで、まあ2部目は昨日の報告も兼ねてスト2にしようかなという感じですね。ちょっと遅いスタートですが、まあお暇な方いたらぜひ来てみてください。では遅い時間までご視聴ありがとうございました。もう終わり、そうそうそう、1部目だから今日ね1時間半ぐらいの暫定考えなんですよね。もう終わり、一応2の4ボツということで終わりですね。さあそういうわけで、お疲れ様でした。おやすみなさーい。Missile level 2. Double. Double level 2.